こんばんばは今日もご苦労様でした。話題の出来事についてお話しします。AC ミランのミッドフィールダー、本田圭佑は23日、敵地エンポリ戦の後半13分に、カウンターから同点弾を決め、2、2のドローに貢献しました。今季3得点目と絶好調の本田について、イタリアメディアも最大級の評価を称えました。コンンディションの問題で イタリア代表フォワードのステファンエルシャラウィがスタメンから外れたましたが本田元フランス代表フォワードのジェレミーメネズ移籍後初先発初得点を挙げたフェルナンドトーレスの3人は不可欠と絶賛していますサッカーマガジンゾーンウェブの記事から今日の話題についてお伝えします